ワールドリポートチャンネル。ユダヤ教には排他的で厳格な戒律を守ると言われるウルトラオーソドックス、超正統派と呼ばれる宗派があるんですが、今回はイスラエルでも特にそういった人々が集まって暮らしていると言われるエリアに行ってきました。服装や髪型はもちろん、インターネットの閲覧や安息日の電子機器の使用を禁ずるなど、今も厳しい教えを守る超正統派ユダヤ教の人たちの暮らしとは一体どんなものなんでしょうか。ぜひ今回も最後までご覧ください。はい、今日はですね、本当にエルサレムからバスで10分ぐらいのメアシェリムというエリアにやってきました。ここはハレーディと呼ばれる、まあ、ユダヤの中でももみあげをこうちょっと伸ばしている人とか、なんか超正統派みたいな言い方をしたりするんですけど、ユダヤの信仰が非常に強い人たち、まあ、いろんなユダヤの中でも宗派があったりするんですけど、まあ、特徴的な格好をしている人たちが多いと呼ばれるエリアに来ています。だからユダヤ教っぽいよねみたいな感じの人たちが多く住んでいる場所で、ちょっと今日はこの街を歩きながら物価なんかを見ていきたいと思います。この街のイタリア人の彼も一緒にいますけど、ハレーディ、日本語で言うと超正統派って意味らしい。まあ、なんかその字のごとく、みんなこうパキッとしてるよね。非常に特徴的なこうもみあげをビヤーって伸ばしてると、子供たちも結構もうその格好をしてるのよ。で、しっかりとこう白のシャツに、ハロー、黒いスーツ姿に。貴様、私に何時まで声をかけるのか、チャップリンみたいな帽子と、いやー、なんか本当、ユダヤの街に真ん中に飛び込んできたって感じがするね。英語で、はい、オルトラオーソドックスっていうんだけど、もういわゆる、だからもう古典的な正統派みたいな、その由来っていうのは、ヨーロッパの東部に起源があって。友達曰く、まあ、8世紀頃からもうこのなんかスタイルっていうのは基本的にもう受け継がれてるんだと。で、ちょっと家とか見てもらうと分かるかもしれないけど、そんなにいい暮らししてる感じじゃないでしょ。実際ちょい貧しいらしい。その理由は何でかっていうと、旧約聖書の勉強しかしてない、うん、他のことはもう何もしない、うん、とにかく、うん、もう聖書を読むことが仕事だ。でその代わりに政府から手厚い支援とかも受けてるんだ。なるほど。要はもうその宗教の道に生きることが全てや。だから他のこと何も知らない。だから下手したら本田宗一郎さんいらっしゃるじゃん、本田の創業者が、はい、地下鉄乗ろうとしたら切符の買い方分かんなかったみたいな有名な話があったけど、そんな乗りよ。何かこれ使い方分かるって言ったら、分かりませんみたいな。へえ。だからもうお金というものに対しての執着というか、もうそもそももうそれがないから、だからもうお金よりもとにかく宗教がベースで全てっていう考え方で、確かにそんなになんかこうものすごくなんていうのウェルフィーなお金持ちの感じのエリアじゃないのっていうのはもうそれらしい。彼が言うには、はい、もうその仕事っていうのは基本的だから、もうプレイ祈ることだから、それが仕事で、ユダヤいわゆるイスラエルとしてお金はもうそこに出しますよ。イスラエルにも結局いろんなユダヤ人の人が住んでて、ハレーディじゃないユダヤの人たちももちろんいるわけじゃん。一般に族っぽいイスラエル人、うん、はい、ジュイシュのイスラエル人からすると、彼らからしてもなんかちょっとアンタッチャブルな感じっていうか、聖域、このコミュニティはすごく特殊だという。あー、なるほど。だからこれが全てだと思わないでほしい、リポちゃんの人にも。うわー、なんかイスラエルってこんな感じなんだみたいな。これは逆に言うと、だからイスラエルの一部でしかないってこと。イスラエル人からしても彼らのコミュニティっていうのはすごく特徴的だけど、やっぱり宗教を重んじるっていう上では彼らの存在というのは必須だし、国としてもやっぱりそのユダヤ教って全てだって、これがやっぱ他の宗教と違うし、ユダヤとイエス・キリストがそもそもなぜキリスト教を起こしたっていうところにもつながるんだけど、結局ユダヤ人にならないとユダヤ教って名乗れないわけ、うんうん、ということは、あなたがユダヤ人じゃなければその宗教に救われないってことなんでしょ、はい、イエス・キリストからしたら、いやでも考え方が例えば素晴らしいんだったら、それ別になんか他の人種でも良くないってことになって、はい、それでまあキリスト教は宗教歴史的に広まっていくことになるわけなんだけど、そういう制限もあるもんだから、非常にやっぱりコミュニティとして狭いんだよね、うんうんうん、イスラエル
ユダヤ人いなくてもちょっと特別というか、うん、っていうのがこのウルトラオーソドックスの人たち。あとは物価調査っていうのも見ていきたくて、っていうのはこの辺はエルサレムとかよりも、まあ、他のそれこそテルアビブとかイスラエルの街よりも安いんだって。っていうことは彼らはめちゃくちゃ金があるわけじゃないから、あのちょっとこの街のもの値段ってね安いらしい。そういう理由でなんかよそ者感がすごい。例えば、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 all some rules that they need to follow, how they wash the dishes, how they cut the vegetables. It's super ridiculous.なんか料理の作法とかどうやってお皿を洗うかとかどうやって食べるかみたいなのが全部決まってるんだけど、でもユダヤ教ってなんかさ、そういう一個一個の教えが全てなんかそのユダヤの精神にすごい有名な話じゃん。ちょっとなんかこうなんつうんだろうな、人の見る目というかよそ者感がやっぱりすごいな。でなんつうんかな、みんなが白いシャツに黒い服を着てるから清掃してるっぽい小綺麗な感じがするんだけど、ちょっとよたってたりとか、うん、あの格好の割に金持ち感がないっていうか、一言で言うと外国人のお前が何しに来てこれです。超アンウェルカムな感じ、すごい、まあ、これはうち僕の個人的な感想でしかないしあれだけど、だから正義ってことは正しいんだろう。子供たちも全然待つから、なんなら走って逃げていきますよ。逃げていく、全然逆に言うとエルサレムの旧市街地のとかそんなこと全くなかった。ママこういうところがあるんだ。あー、ワンタンってことだね。あー、オッケー、センキュー。初めて言えるかな、初めて。ここがこの人たちが暮らしてるエリアってことだもんな。こういうところに住んでんだよね。これもうだって完全に居住区の入り口って感じだもんな。ちょっとさすがに中は入れませんが。こんな感じのとこに住んでる。YouTube やってて思うけど、こういう時が一番なんかあの なんていうんかな、撮影してて結構心に来るというか、辛いです、しんどいよな、なんかな、そう、辛い辛いというか、いやもう本当にウェルカムじゃない感じがすごい。話しかけてこないもんな、子供が絶対。ハーイとかハローとかもう目も合わせない。この子たちもちょっと僕たちから逃げていくような感じがありますよね。完全にウェルカムじゃない感じです。あ、ご飯屋さんがあった。サンドイッチで22、800円ぐらい。あ、まあ街中のレストランと比べるとちょっと安いっすね。この手のサンドイッチだと多分1000円は優に超えるのが800円ぐらい食べられるんで少し安い。あ、パスタも22、まあそれでもちょっと値上がりしてるサインはついてますけど、800円ですから、街中で多分このパスタ食べると1500円とかするから、もしかしたら半額ぐらいかもしんない。あ、ちょっとやっぱ安いわ。ここはビールが売ってるわ。1本あたり200円後半ぐらいって考えるとビールもちょっと街中より安いっすね。こういうスナックも多分2個で22だから1個あたり10、400円。あ、まあこれは高いか。でもなんかちょっとずつ安い気がするな、やっぱ全体的に物価も。トキオ寿司、寿司屋がある。 Maybe they'll welcome you with you if you're Japanese。 いや、寿司屋か。だいたい40から50、60ぐらい。50から60が平均だな。50のやつで2000円。
60ので2500円ぐらい。あ、見て、寿司サンドイッチっていうのがある。これが46。まあでも2000円ぐらいしますね。まあちょっとこれ物価の当てにはならないかもしれない。まず日本料理っていうので高い可能性があるのと、これは高い安いの指針になるかわからないですけど、一応こういうのがある。でも多分あのエルサレムの方だったらもっと高いと思うんで、ちょっとリーズナブルなんじゃないかな。寿司が食べられてるのは嬉しいですね、日本人としては。めちゃくちゃ高い感じもしなかったね。いや、めっちゃ安い気もしないけど、でも寿司って基本的に外国だと高いことを考えると、そこまでめちゃくちゃ高って感じではなかった。According to the Bible, to the Torah, you have to choose. You have to love the wife. If you hate, it's problem. Sin, yeah? Sin? Sin. If you hate someone, it's sin. And then you have a lot of kids. Yeah, too much. How many kids do you have? I am three. You're young. 22, no? I'm 20. Okay. I'm 20. You're also? 27. 27, ah. That's so young. Tokyo? Yes. Tokyo. And why do you have this? Religious. Because you don't allow to cut totally. You allow to cut a little bit, so it's you don't enough. If you respect, make it bigger. You like drum, you make big photo, yeah? Yeah. You can put small photo. Small flag, you want to big flag. Yeah. All the same.今あのハレーディの人、ウルトラオーソドックスの人たちあの話は聞けたんですけど、まあ、まず第一声に見ただろう、あの全然リッチなエリアじゃないでしょみたいな、自分たちで言ってて、はい、うん、だからそういう暮らしっていうことも自分たちで分かっていて、ほうほう、で実際仕事してないのって言ったら、いや働いてる人はいるが、うん、でもやっぱり多くは実際勉強に費やす時間が多いと。であのすごく面白かったのが、スマホとか、はい、そういうテクノロジー関係のものを売るのにパーミッションがいるんだって。ここは要は、はい、その自分たちが学び信じているものっていうのはそのいわゆる宗教なわけじゃん、うん、そうするとそのカウンターにあるテクノロジーとか新しい情報って脅威。確かに。だから金曜日の日没から土曜日の日没まではあの基本的に電子機器っていうのを一切触っちゃいけないって言われてるんだよね。例えばそれはマイクロウェーブとかもそうだし、厳密にやるんだったらあの冷蔵庫のコンセントも抜けみたいな、でスマホも触るなみたいな。でも実際獣医師の人たちっていうのはスマホとか触るらしい、昨日聞いた話だと、はい、でも多分この人たちはガチ勢だから触らない。それぐらいデジタルっていうものに厳しくて、すなわち逆に言うと聖書が全てだし、そこをずっと学び続けなさいよ。これあの街の電化製品屋さん、
ここで売ってる携帯見て。iPhone とかスマホとか全然ない。カメラもキャノンのこの、なんていうの、懐かしのデジカメみたいな。こういうことよ。テクノロジーから離れてるというか。でしかもなんかもういけないものを売ってるかのような感じでしょ、お店も。テクノロジーに対しての取り扱いっていうのが、変な話だけど銃を売るみたいな感じだよ。彼らからすると危険なものだからっていうことの象徴だよ。スマホがないもん。メアシェアリング地区の中ではやっぱりこういうふうにいろんなところに勉強するためのバイブルが売られてますね。多分いろんな種類の本があるんだと思います。奥の男性が今ちょうどまさに買い物をしようとしてますけども、かなりなんか物色している感じですね。私が読んでも到底もちろんわからないんですが、ヘブライ語なので読めません。文字ばっかりですね。おいぜ Thank you 逆やで、そもそも上と下が恥ずかしいこういうことか。文字ばっかりですね。男性がこうベビーカーをして子育てをしているようなケースをよく見ますね。実際この超正統派と呼ばれる人たちっていうのは、あの旧約聖書に子供を作ることはすごくいいことだっていうふうに言われているので、実際子供がたくさんいるんですって。僕が読んだ記事だと平均6人ぐらい、多いところだと10人ぐらい、あの子供を作っているようなところもあって、この超正統派と呼ばれる人たちはイスラエルの今国民の1割ぐらいを占めるそうなんですけれども、子供をたくさん作るがゆえにその超正統派と呼ばれる人たちもかなり増えてきているということです。確かに街中で子供をよく見かけますね。彼は冗談でこのキップスを買ったということですけど、逆に言うとこれが存在しているっていうのがすごいですよね。いかにやっぱり、まあクシナさんの一件もありましたけれども、まあ、アメリカは、首都をですねテルアビブからエルサレムにね、トランプ大統領政権中に移すことを明言しましたけれども、イスラエルとその時のトランプ政権というのが、まあ、あえてこういう言い方をしますが、ズブズブというか仲いいというかサポーティブなのかっていうのが、これを売ってるっていうところでよくわかりますね。すごい、もうこのスーツを着てる人だらけですね。これは旧市街の中ではこれだけの人たちがこういう感じでいるっていうのは珍しかったです。街中にこれだけの正統派の人たちがいるっていうのはすごい景色ですね。これは街の電気屋さんがありました。これあの山田電機だと思って見てください。ちゃんと日本でいうところ、はい、まず最新の扇風機ご覧に入れましょう。ダイソンですね。はい、はい、IH ヒーター、こちらでございます。 IH コンロ、こちらでございます。 iPod をお求めですか。はい、こちらです。はい、あ、ちょっと暑い、エアコンが欲しい。あ、じゃあこちらです。え、何、ゲームで遊びたい。ありました、あるんですよ。こちらです、ゲーム。やっぱアナログのボードゲームに限りますよね、ゲームといえば。はい、ダイソンなの全くないし、マッサージこれ使っていいよって多分ギリギリのラインだと思います。いやー、なんかすごいね。これもなんかレトロで時が止まったっていうか、味ありです。これはおそらく子供たちの声がたくさん聞こえるんで学校だと思います。ただ室外機も多分あれが1個ついてるだけなんで、ほとんどの教室はおそらくエアコンがないんじゃないかなと推察しますね。管がまあそこからかろうじて1個出てる程度ですから、ほとんどの教室はエアコンなしって感じでしょうか。こっちに関してはガラスも割れてたりとか、かなり
錆びれてるなというようなイメージですね。イスラエルってやっぱり物価も高いしお金持ちの国っていう側面があるので、学校とかもキラキラしてるのかなと思ったんですけども、このエリアにある子どもたちが行く学校はそんな感じじゃないですね。この辺りも街の雰囲気としては決して綺麗というか裕福な人たちが住んでるエリアだなという感じはしないですね。はい、ということで今回はですね、ユダヤ教のガチ勢超正統派の方々が住むネアシェアリーム地区というところに、やってきていろいろと取材もしました。すごかった、なんか本当に、いや多分この表現だと思うけど少しタイムスリップした感じというか、うん、まさに異世界に飛ばされたというか、うん、まあ、やっぱまずあのテクノロジーに対する抗いみたいな、結局やっぱ彼らからするとその何でもかんでもこう西洋化近代化していくことっていうのを良しとしてないわけだよ。だからそれに対する一つのスタンスっていうのが、いやもうテクノロジーとは我々は一線を置きますっていう、まあその中で例えば金曜日の日没から土曜日の日没っていうのはデジタルからまあ自分たちを身を立つっていうことをやったりとかっていうのはあると聞いてたんですけど、街のこのスマホショップにまで、ね、ラインナップにも出てたじゃないですか、うんうん、あれがとかはすごいびっくりしたし、やっぱり子供とかも多かったですよね。だから彼らって18歳とか結婚するんですよ。早っ。基本的にここはちょっとイスラムに似てるなと思ったんですけど、むしろイスラムがそこに似てるっていうことなんでしょうけど、順番的には彼らから言わせれば婚前の基本的にはデートとかはなくって、もうお見合いで数回会ったらもうすぐ次結婚、それまではもちろんデートしたりイチャイチャしたりみたいなのってのは良しとされず、もう厳格にそういう部分っていうのを捨てて宗教にこう徹するみたいなところがあって、まあでもやっぱ子供を作るのはいいことだというふうに言われる。でもなんかね、俺が記事で読んだのは、はい、子供は作れ、でもセックスは感じるなみたいな感じらしいので、そういう意味でのセックスはするな。あーなるほど、娯楽でするな、娯楽でしない、もういわゆるその繁殖機能としてのもう行い、うん、みたいなことなんだよね。まあ、実際子供たちが街の中にすごく多かったし、まあ、彼らでさえすごくレリジャスな感じがものすごくしたので、まあ、そういうことも含めてやっぱ本当にウルトラオーソドックスの人たちが住む超正統派の人たちが住む街っていうのはこのイスラエルの中でもちょっと独特だなというような感じがしました。あの一度来てみるといろいろね、ちょっとこう肌に触れられることも多いんじゃないかなって。ちょっとこれ最後に私一つあの勉強不足で反省なんですけれども、あんまりこう肌の露出とかっていうのがさっき言ったように良くないんですって。だから女性の方々っていうのは結婚するとこう頭ヒジャブみたいなのをこう被っていたりとかするんですけど、やっぱりこう女性があんまり肌を出すっていうのは良くないと。逆に言うと我々もあんまり肌を出さないのは良くないそうなので、本当は長袖で長ズボンで来るっていうのがいいらしいので、今回は我々ミスりました。申し訳ない。勉強不足でした。すいませんでした。はい。ということで、一応ね、見てみると感じるもの、勉強になることも多いんじゃないかなと思うので、ぜひ、イスラエル、まあ、特にこのね、エルサレムのあたりに来た方は行ってみるといいんじゃないでしょうか。このワールドリポートチャンネルではまだまだ世界旅行続きます。世界のいろんな場所に行って、これからも引き続き皆さんにいろんな世界の今をお見せしたいと思いますので、チャンネル高評価コメント、そして何よりチャンネル登録が励みになりますので、これからもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ワールドリポートチャンネル、この番組はエネテク、スズラン神宮接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、今回も番組ラストまでご視聴ありがとうございました。さあ、この番組はですね、皆さんからの貴重な寄付によって運営が成り立っております。下記の概要リンクから飛んでいただきますと、クレジットカードの番号を打ち込めば任意の額、1円でも10円でももちろん100円でも本当に嬉しいです。皆さんのこの貴重な寄付がですね、次の旅への資金としてつながっていきますので、ぜひとも寄付のご検討いただければ嬉しいです。これからも世界旅行続いていきますので、ワールドリポートチャンネル何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。